エンカウンターは、イギリス海軍が建造した防護巡洋艦、ハイフライヤー級防護巡洋艦の一隻で、竣航後にオーストラリア海軍で移籍し、運用された艦である。全世界的に植民地を持つイギリスは、植民地の利権を守るために各地に戦力を配置する必要性があり、本艦もその整備計画に基づいて建造された艦である。 しかし、いかに強大なイギリス帝国といえども、平時に数多くの巡洋艦を維持する費用とコストは、並大抵のものではなく、そのために植民地側に軍艦を移籍させることで、植民地側には行動のフリーハンドを、本国には維持費の軽減となるわけである。ドック内で艦首から取られた本艦。本艦の船体形状は、水面から艦板までの還元の高い。 朝鮮主労型船体を採用している。水面下に昇格を持つ艦首から、全部甲板上に、主砲の、アームストロング1892年型15.2センチメートル速射砲、お棒立てのついた、単装砲がで一機を配置、下部に司令塔を組み込み、両側に、船橋を持つ操舵構造の背後には、頂上部と中段に二段の見張り書を持つ全部マストが一気、立つ。 環境構造の背後から等間隔に並んだ三本煙突が立ち、周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、外側は関西邸置き場となっており、原則に日本で一組とするボートダビットが片元三組の計六組で運用された。三番煙突から、後ろは完備甲板で二段の見張り所を持つ後部マスと、後ろ向きに15.2センチメートル四方一機が配置された。 原則甲板上には等間隔に棒立てのついた 15.2cm 速射砲が単層砲がで片弦4機ずつ配置されており 15.2cm 砲に挟まれるように12ポンド 7.62cm 速射砲が片弦3機ずつ配置され残り3機は完備に配置された完備水面下には中央に大型の1枚舵を挟むように片弦1軸ずつ 軽2軸にスクリュープロペラがついていた。右舷から取られた本館。本館の手法は、アームストロング1892年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 45.36kg の手砲弾を、行革15度で 9140m まで届かせられる、この砲を棒立てのついた単装砲画で装備した。 砲火の旋回は300度の旋回角度を持ち、不要角度は、行角15度、不く3度で、発射速度は、毎分5から7発である。耐水来艇用に、アームストロング1894年型12ポンド、7.62センチメートル速射砲を採用した。その性能は、重量5.87キログラムの砲弾を行角40度で1740メートルまで届かせられる。 この方を棒立てのついた炭素砲がで装備した。砲がの旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限があった。不要角度は行角70度、不角10度で、発射速度は毎分15発である。他に近接攻撃用にフランスはオチキス社のライセンス生産品である。 オチキス4 7センチメートル炭素気砲を1機、対艦攻撃量に4 5 7センチメートル、巨雷発射艦を監視と艦備の推薦部に1機ずつ配置した。本艦は1912年7月にオーストラリア海軍に移籍後、1914年から1915年にかけて太平洋の紹介任務に就いた。 1915年から1916年にかけて東洋艦隊に配備され中国沖で紹介任務に就いた。1923年5月にペンギンに改名。1929年10月に除籍後、1932年9月にかけて解体された。ありがとうございます。